まずはじめに第15回京都桜よさこい実行委員学生委員長設楽拓及び副学生委員長山本未来に登壇していただきます。どうぞ。続きまして審査員の皆様にご登壇していただきます。どうぞ。それでは審査員の皆様のご紹介をいたします。審査委員長上日産業株式会社代表取締役徳永典彦様。京大クリエイト株式会社取締役副社長松田浩二様。第14回京都桜よさこい学生運営委員長土倉翔平様。第13回京都桜よさこい副実行委員長松下七恵様。それでは表彰の前に審査員の皆様を代表してしまして第14回京都桜よさこい学生運営委員長土倉翔平様より第15回さくよさコンテストの総評を頂戴します。よろしくお願いいたします。前年度の、実行委員長をしておりました土倉と申します。まずは上位8チームの上位8チームを含め全てのチームの皆様本当に素晴らしい演舞をありがとうございました。そして、審査のことについてなんですけれども、非常にハイレベルな戦いになっていると感じております。上位8チームの中に学生チームが、非常に多い中で、どのようなところに区別をつけて点数に差をつけていこうかと非常に難しいところだったんですけれども、私個人としましては表現力について、表現力を強く意識して採点いたしました。まだどのような結果になっているか私も、まだわからないんですけれども、どのチームがどのような賞に輝くのか非常に楽しみにしております。審査員の皆様ありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは審査員の皆様はご講談ください。まず特別賞の表彰を行います。特別賞とはコンテスト一次審査で惜しくも上位8チームに入れなかったチームのうち上位の2チームに授与される賞です。特別賞は先ほど演舞していただいたよさこいチーム風緑と共演袖触れ最強前線です。代表者は前にお願いします。山本副学生委員長はご登壇ください。京都桜よさこい桜よさコンテスト特別賞共演袖触れ最強前線殿キー団体は第15回京都桜よさこい桜よさコンテストにて特別賞に輝きました。これまでの努力情熱をたたえ今後ますますのご活躍とご発展を心から願ってここに第15回京都桜よさこい桜よさコンテスト特別賞を贈りその栄誉を長くたたえます。平成31年4月7日第15回京都桜よさこい実行委員長設楽拓おめでとうございます。
15回京都桜よさこい桜よコンテスト特別賞よさこいチーム風緑殿以下同文です。おめでとうございます。よさこいチーム風緑様、共演袖触れ最強前線の皆様、おめでとうございました。それではいよいよ作よさコンテスト最終審査の結果発表に移ります。観客賞、上日産業賞、兄弟クリエイト賞、準大賞、大賞の順に発表いたします。最終審査に残った8チームの代表者はステージにご登壇ください。それではまず観客賞の発表をします。この賞は大賞などには惜しくも選ばれなかったチームの中で観客票を最も獲得したチームに贈られます。それでは発表します。観客賞を受賞したのは方は前へどうぞ。土倉様はご登壇ください。表彰状第15回京都桜よさこいコンテスト観客賞共演袖触れロンド殿被団体は第15回京都桜よさこい桜よさコンテストにおいて観客賞に輝きました。これまでの努力、情熱をたたえ、今後ますますのご活躍とご発展を心から願って、ここに第15回京都桜よさこい桜よさコンテスト観客賞を贈り、その栄誉を長くたたえます。平成31年4月7日第15回京都桜よさこい実行委員長設楽拓、おめでとうございます。皆様はご登壇ください。それでは受賞チームの共演袖触れロンドの代表者の方にインタビューを行います。今のお気持ちをどうぞ。いや、大変誠に素晴らしい賞を、いただいて私本当に嬉しく思っております。でですね、この平安神宮を後ろに、見えるこの素晴らしい京都桜よさこいのこのステージで踊れたことを一番、嬉しく思っております。本日はありがとうございました。ありがとうございます。共演袖触れロンドの皆さん、おめでとうございました。続きまして上日産業賞の発表をします。主催企業賞の上日産業賞は惜しくも大賞と準大賞兄弟クリエイト賞に選ばれなかったチームの中で最も素晴らしい演舞をしたチームに贈られます。それでは発表します。上日産業賞を受賞したのは
賞状とトロフィーが授与されます。代表者の方は前へどうぞ。代表者以外の方は上日産業賞演舞のため速やかに直前待機場所までお越しください。福永様は ご登壇ください。京都桜よさこい桜よさコンテスト上日産業賞共演ソングデフレ渋谷殿、祈願隊は第14回京都桜よさこい桜よさコンテストにおいて上日産業賞に輝きました。これまでの努力情熱を立て今後ますますのご活躍とご発展を心から願って、ここに第15回京都桜よさこい桜よさコンテスト上日産業賞を贈り、その栄誉を何度と称えます。平成31年4月7日京都桜よさこい富士公園町上日産業株式会社代表として用意しています。おめでとうございます。それでは共演袖振れ渋谷の代表者の方にインタビューを行いたいと思います。今のお気持ちを一言でよろしくお願いします。このような大変光栄な賞をいただき本当に嬉しく思います。これからも渋谷一同皆様への感謝とこの賞を受賞した誇りを胸に精一杯邁進していきたいと思いますので、ご声援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。共演袖振れ渋谷の皆様、おめでとうございました。続きまして、兄弟クリエイト賞の発表をします。特別協賛賞の兄弟クリエイト賞は、惜しくも大賞と準大賞に選ばれなかったチームの中で、最も素晴らしい演舞をしたチームに贈られます。それでは発表します。兄弟クリエイト賞を受賞したのは、授与されます。代表者の方は前へどうぞ。代表者以外の方は兄弟クリエイト賞演舞のため速やかに直前待機場所までお越しください。松田様ご登壇お願いします。第15回京都桜よさこい作業さコンテスト、兄弟クリエイト賞共演袖振れ京子町殿、祈願隊は第15回京都桜よさこい作業さコンテストにおいて兄弟クリエイト賞に輝きました。これまでの努力情熱をたたえ今後ますますのご活躍とご発展を、心から願って、ここに第15回京都桜よさこい作業さコンテスト兄弟クリエイト賞を贈り、その栄誉を長く称えます。兄弟クリエイト株式会社取締役副社長松田浩二、おめでとうございます。それでは兄弟クリエイト賞を受賞された共演袖振れ京子町の代表者の方にインタビューを行いたいと思います。今のお気持ちをお願いします。
度はこのような大変な賞をいただき本当にありがとうございます。一人一人がかけがえない存在であることをみんなが胸に踊った結果がこのような賞に現れたのと思います。本当にありがとうございます。今後とも京子町をどうぞよろしくお願いします。共演袖振れ京子町の皆さんおめでとうございました。それでは作業者コンテスト準大賞の発表へ移ります。第15回京都桜よさこい準作業者大賞を受賞したのは、皆さんには賞状とトロフィーが授与されます。代表者の方は前へどうぞ。代表者以外の方は準大賞演舞のため速やかに直前待機場所までお越しください。設楽実行委員長ご登壇ください。表彰状。第15回京都桜よさこい作業者コンテスト準作業者大賞共演袖振れ踊りっつ殿。騎団隊は第15回京都桜よさこい作業者コンテストにおいて準作業者大賞に輝きました。これまでの努力情熱をたたえ、今後ますますのご活躍とご発展を心から願って、ここに第15回京都桜よさこい作業者コンテスト準作業者大賞を贈り、その栄誉を長く称えます。第15回京都桜よさこい実行委員長設楽拓、おめでとうございます。それでは準作業者大賞、失礼しました、作業者コンテスト準大賞のを授与受賞されました共演袖振れ踊りっつの代表者の方へインタビューしたいと思います。今の気持ちをどうぞ。そうですね、大賞には届かなかったんですけど準大賞という、素晴らしい賞をいただけてとても嬉しく思います。今後も踊りっつをよろしくお願いします。ありがとうございました。共演袖振れ踊りっつの皆さんおめでとうございました。それではいよいよ皆様お待ちかねの作業者大賞の発表へ移ります。第15回京都桜よさこい栄えある作業者大賞を受賞したのは、ご登壇ください。表彰状。第15回京都桜よさこい作業者コンテスト作業者大賞共演袖振れサザンカ殿。騎団隊は第15回京都桜よさこい作業者コンテストにおいて作業者大賞に輝きました。これまでの努力情熱をたたえ、今後ますますのご活躍とご発展を心から願って、ここに第15回京都桜よさこい作業者コンテスト作業者大賞を贈り、その栄誉を長くたたえます。
第15回京都桜よさこい実行委員長設楽拓、おめでとうございます。それでは栄えある桜よさ大賞を受賞した共演ソリフレサザンカさんにインタビューをしたいと思います。今のお気持ちをお願いします。本日は大変このような誠に光栄な賞をいただき本当にありがとうございます。この度の桜よさこい祭りで私たちの2018年の演舞は振り納めになってしまうんですけれども、まだまだサザンカ一同ロマンを追いかけ続けてまいりたいと思います。桜よさこいの運営に関わってくださっている方々や見に来てくださったお客様をはじめ、1年間一緒にロマンを追いかけ続けてくれた仲間に感謝の気持ちを忘れずに最後の演舞も精一杯踊らさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。共演ソリフレ参加の皆さん、おめでとうございました。それでは残りの3チームの皆様には最終審査に進んだことをたたえ優秀賞を贈呈します。3チームの皆様には演舞順に賞状が授与されます。松下様、ご登壇ください。まずは同志社大学京都よさこい連心意気の皆さんです。前にどうぞ。表彰状、第15回京都桜よさこい桜よさコンテスト優秀賞、同志社大学京都よさこい連心意気殿。団体は第15回京都桜よさこい桜よさコンテストにおいて優秀賞に輝きました。これまでの努力、情熱をたたえ、今後ますますのご活躍とご発展を心から願って、ここに第15回京都桜よさこい桜よさコンテスト優秀賞を贈り、その名誉を長くたたえます。平成31年4月7日、京都第15回京都桜よさこい実行委員長設楽拓、おめでとうございます。次に大阪市立大学チームシランの皆さんです。表彰状、第15回京都桜よさこい桜よさコンテスト優秀賞、大阪市立大学チームシラン殿以下同文です。おめでとうございます。次にワランの皆さんです。表彰状、第15回京都桜よさこい桜よさコンテスト優秀賞、ワラン殿以下同文です。おめでとうございます。3チームの皆さん、おめでとうございました。そして受賞された全てのチームの皆様にもう一度盛大な拍手をお願いします。以上で表彰式を終了いたします。それでは皆様ご講談お願いいたします。